孫です。今日もよろしくお願いします。さて、 F1 の新車発表続々と発表されていて、この動画を撮影している時っていうのが残るはレッドブルだけの状態なんですね。まあ、チャンピオンマシンがどんなマシンを作ってくるのかっていうところがちょっと楽しみではあるんですけれども、まずはハースのマシン、横からの映像、そのデザインっていうのを去年の分と比べてみたんですけれども、やっぱりですね、去年と比べてこうデザインが洗練されているっていうか、こうなんか完成度が高いデザインなのかなという気がするので、どこのマシンもそうなんですけども、第一印象としてはあれちょっと黒くなったかななんて思うんですけれども、まあ実際黒い部分増えてるマシンっていうのもあるんですが、デザインを見ているとなんか見れば見るほどかっこよく見えてくるっていうのがちょっと不思議なところでですね、個人的にはこう第一印象をずっとこう採点していったんですけれども、第一印象よりも今見る方がかっこよく見えるっていうのがちょっと今年の不思議なマシンかなという気がします。まあ見慣れてくるっていうのもあるのかもしれないんですけれども、見れば見るほどかっこよく感じてくるっていうのは、F1 を楽しむっていうのではすごくプラスが大きいのかななんて思っています。ハースのマシン、こう個人的にですね、黒と白好きですね。まあ黒がベースなので、その色を塗らなくていいっていうのはあるのかもしれないんですけれども、黒にこう白の文字とか黒に赤のアクセントっていうのはちょっとかっこいいですよね。でザウバーなんですけれども、まあアルファロメオからステークっていう形で変わったんですけれども、まあアルファロメオのマシンが好きだったっていうのはあるんですね。特にアゼルバイジャンとかで見せるこう限定カラーっていうのはすごくかっこよくてですね、個人的に大好きでした。ただステークのマシンも見ているとなんかこうゲームで出てくるような感じっていうかですね、こう面白いデザインっていうの、黒と緑っていうのはちょっと独々しい感じもするんですけれども、これ結構レース中目立つんじゃないかなっていう気もしますから、これはこれでかっこよく見えてくるから不思議ですよね。なので自己採点としてもやっぱり第一印象よりも今見ている方がかっこいいかななんて思っています。で F2 にですね、宮田智という選手が今年から出るんですけれども、その相方というかチームメイトがマローニっていう選手なんですが、その人がザウバーの育成なので、そこのチームがですね、 GR のマシンとザウバーのマシンとみたいな感じで F2 のデザインっていうのも結構面白いんじゃないかなと思っています。で続いてアルピーヌなんですけれども、やっぱりここは黒が増えてちょっと残念だなっていうのが第一印象だったんです。ただ見ているとこう黒の中にアクセントみたいなものが、こう、青だったり、ピンクだったりっていうことで、ピンクがだいぶ少なくなったんじゃないかな、なんて思ってるんですけれども、やっぱり見てるとかっこいいんですね。こう、ゼッケンのあたりとかっていうのもなんかかっこよくなりましたし、黒の中にこう、BWD のこう、文字が浮かび上がってくるなんていうのも、こう、なんか、ちょっとね、やっぱりフランス車っておしゃれだなっていうふうに思えてきたので、点数としてはですね、ぐんぐんこう、僕の中では上がっているような気がします。で安定しているのがウィリアムズですね。やっぱりこう青がより濃くなったような感じなんですが、これはこれでかっこいい。で小松の文字っていうのがですねいいんですけども、できればですね小松の親分が誕生したので、ハースに小松のスポンサーがついたらより面白かったのかななんて思ったんですけれども、まあ小松のデザインがついているっていうのは日本人としてもやっぱり応援したくなりますし、アルボン個人的に大好きなので、今年もアルボンは推しかななんて思っています。で、アストンマーティンなんですけども、ここもやっぱりかっこいい。で、黒が増えたなっていう気はするんですけども、そこにこう、黄色っていうか緑っていうか、こうラインですね。がちょっとおしゃれだなっていうのと、このやっぱり緑の色がいいですよね。この深い緑っていうかブリティッシュグリーンっていうか、この色がですね、やっぱり映える。で、その緑と黄色と黒みたいな形で、これはやっぱりかっこいいなと思います。あとはマクラーレンなんですけども、こうおしゃれな感じという可愛い感じから、ちょっとこうシックなかっこいい感じにデザインが変わったのかな。まあ黒が増えたといえばそれまでなんですけれども、それでもやっぱりこうかっこいいなっていう気がします。ただこうマクラーレンに関してはシーズン後半ねかなり速くなりましたから、この速さっていうところもちょっと気になるなっていうところで、こうサイドのエアインテークのところの形が他のチームはレッドブルに似せてきているのが、やっぱりマクラーレンは昨年のを継続しているような形のデザインなので、これはこれでこう速さを見せることができるのか、他のチームはデザインをちょっと変えてきて、来ているような印象があるので、っていうかレッドブルに似せてきているような感じがありますから、それを使いこなせるのかどうかっていうのがシーズン序盤からその速さを見せるかどうかっていうのが見ものですし、こう昨年のマシンからこう進化したところっていうのは速さを最初から見せてくるでしょうから、このスタートダッシュ
なんていうところもちょっと楽しみだなと思います。で、フェラーリはもう安定してますね。こかっこいい。で、上から見るとちょっと黒が増えたような印象はあったんですけれども、横から見たり前から見たりっていうのは、やっぱりフェラーリはもうこれでいいっていう感じでこうかっこいいですよね。で、F1 の中でフェラーリのチームっていうのは、僕の中でもやっぱりこう、ちょっと特別な存在。ではあるんですね。まあ、フェラーリの車が世の中、その街中で走ってたらやっぱり見てしまうんですけども、F1 の中でもあのやっぱり赤のマシンっていうのは特別感がすごく強いなと思っています。で、今年大注目なのがメルセデスなんですけれども、シルバーアローって言ったらいいのかな？まあ、前から見てたらシルバーに見えますね。は、かっこいい。で、横から見たら、真っ黒じゃないかと思ったんですけれども、これはこれでやっぱりかっこいい。っていうことで、かっこいいマシンは速いんじゃないかっていうことと、このサイドの形が、まあ、複雑になったような印象はあるんですけれども、シュッとスマートになったような印象もあるので、ここがこう速さにつながるのかどうか、それとも昨年みたいにこうセッティング出すのに苦労するようなマシンなのかどうか、で、ハミルトンが最後ですからね、こう最後に勝てるかどうかっていうのも、ちょっと楽しみなところかなと思っています。で、最後にアルファタウリではなくて、ブルーズではなく、なんて呼んだりですかね。V カードって呼んだりかな。角田祐希が走るマシンなんですけども、これはおしゃれですね。まあ、ひいき目で見てるっていうのもあるのかもしれないですけども、まず黒い部分が少ないっていうのが好印象だなっていうのと、もともと青いマシンが好きっていうのと、青と白の組み合わせっていうのも好きっていうことで、まあ、個人的に好みとあったっていうのもあるんですけれども、昨年のマシンもかっこよかったんですが、今年のこのビザのマシンっていうのもかっこいいな。と思います。だから、かっこいいだけではなくて、速さを見せてほしいっていうのがありますから、だいぶこう、レッドボールに似せてきたような印象はありますので、これをこう、使いこなせるのかどうかっていうところは、一つポイント、まあ、どこのチームもそうですよね。その、マシンの設計を新しくしたところっていうのは、その、マシンを使いこなせるのかどうかっていうところがポイントになってくると思いますので、開幕戦楽しみだなっていうのと、最後、レッドブルがどんなマシンを見せてくるのかっていうのも、まあ、カラーリングはですね、正直、レッドブルっていう感じだと思うので、レッドブルのマシンのカラーリングもあれはあれでいいと思うんですよね。ただ、こう、マシンの形だったりとか、こう、走りっていうのはすごく気になってきますから、まあ、テストではみんな手の内のこう、手の内を隠しながらのテストになると思いますので、開幕戦のフリー走行からちょっとずつ力関係が見えてきて、予選で一発の速さっていうのは当然見えてきますから、まあ、予選が始まるまではこう、速さのこう、ランクみたいなものは見えてこないのかなと思いますし、予選だけ速いっていうことが、まあ、去年はハースとかが多かったんですけれども、フェラーリもそうかな。レースで苦戦するところが多かったので、まあ、今年はそれがあるのかないのか、みたいな形で、こう、予選は速いけど、レースは苦しい。まあ、その逆で、予選はちょっと苦しむけれども、レース、気がついたら上位に上がっている、なんていうチームもあるかもしれませんから、まずはね、角田祐希がちゃんとこう、トップ10内を走るっていうところは見たいと思います。まあ、よく言えば表彰台みたいですよね。あとは、アロンソが33勝目を挙げるのかっていうところも気になりますし、来年、こう、フェラーリに移籍が決まったハミルトン、どんな走りをするのか。で、ルクレールとこう、ハミルトンがコンビを組むことになるんですが、その、抜けてしまう、シートを失ったサインツがどこか行くためにはやっぱり結果を出す必要がありますし、アルファタウリの二人もそうですよね。角田祐希もリカルドも結果を出さないと、やっぱり、翌年が苦しい。ね、その、個人的に思っているのが、メルセデスがシートが空いちゃったんですよ。で、これ急いで決める必要ないっていうふうにはよく書いてあるんですけども、もしかしたらこう、アロンソがメルセデスに入って、で、その、アストン・マーティン抜けたシートを角田祐希が入って、で、その、アルファタウリ抜けたシートを、まあ、誰が入るみたいなところでちょっと、移動があるとね、面白いかななんて思いますし、こう角田祐希がどこのチームで走ったら一番生きるのかっていうのを考えると、まあ、レッドブルでフェルスタッペンとコンビを組んで走るっていう姿も見てみたいんですけれども、こう、ホンダと一緒にアストンマーティンで頑張るっていう姿も見てみたいですから、アロンソの動き次第では角田祐希の移籍っていうのはかなり大きくな、可能性大きくなってくるんじゃないかななんてこう妄想しながらね、開幕を待っているんですけれども、あと気になるとしたら、そうです。レッドブルがやっぱりまた強いのか、それとも他のチームが追い上げてくるのかっていうことで、昨年はね、こう、レッドブルが独走っていう状態でしたから、まあ、それがこう、独走じゃなくなったら、
そのペレスの立ち位置がどのぐらいの位置なんだろうっていうのも気になります。なので、まあ、開幕してみないとわからないことがたくさんありますし、まだ新車発表ね、こうチャンピオンのマシンが発表まだですから、走行の動画はねちらっと出てたんですけれども、やっぱり発表を待とうかなと思いますので、これからもね これからというか今年も F1 を全力で楽しみたいと思います。で F2 も宮田りともが頑張っていて、テスト最終日は、まあ、チームメイトがトップタイムではあったんですけれども、3番手タイムということで、マシンとタイヤとコースにどんどん慣れていけば、やっぱりものすごく速いドライバーだと僕はあまり知らないドライバーなんですけど思っているので、この宮田りともの活躍っていうのも楽しみですし、今年はスーパーフォーミュラーも岩佐歩夢が日本で走るっていうのもありますし、野田樹ちゃんが走るっていうのもやっぱりちょっと楽しみですね。まあ車の免許取れたのかななんてこう思ってはいるんですが、まあ、そんなこんなで今年もモータースポーツは全力で楽しんでいこうと思いますので、今年もよろしくお願いします。和也の孫でした。ありがとうございます。失礼します。